スタダルご紹介いただきました斉藤誠といいます。日弁連というところで憲法問題対策本部の副本部長をやっておりますけれども、それとともにご紹介があったように今日いただいたテーマが違憲訴訟、安保法制が憲法違反である、それを裁判で争うということをやっておりますが、弁護士会というのは強制加入団体のものですから、なかなか弁護士会としてこういった特定の訴訟を後押しするということはできません。なものですから、肩書きとしてはこういうものをいただいているんですけれども、この訴訟は全く日弁連とは別のものではあるんですね。で、この前の参議院選挙で本当に東京都皆様方の自治体の議員の皆さんたちのさまざまな活躍の中で、私は一定の成果、本当に今までのない成果が挙げられたんだろうというふうに思っています。ですが、残念ながらといいますか、翌日ぐらいからいわゆる憲法改正の改憲勢力、これが3分の2を超えた。それからまた当時選挙の時に安倍さんが憲法改正、それを争点にしなかった、争点隠しでこんなものでいいのか、そういったことが議論されています。私はまず改憲勢力3分の2とはほとんど意味がないと思っています。具体的にどの条項をどう変えるのか、憲法改正の議論というのは単にこんな憲法がいいですね、あるべき憲法の姿というものをみんなでバイ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 議論する話では全くありません。具体的に今のこの条文をどう変えるのか、それに賛成か反対か、これが改憲の論議なんですね。ですから、もし憲法改正賛成ですかと言われたら、私は賛成ですというふうに手を挙げます。今の憲法でもっとこう変えた方がいいというところがあると私は思っていますから、ですから、そういう意味では改正した方がもっといい憲法に、改正賛成ですかと言われたら私は賛成という方なんですね。ですが、今の憲法を悪くする改悪は勘弁してほしいと思うし、今の時点で変えなければいけない条項はただの一つもない、そういう思いは個人的には持っております。ですから、これからまさに憲法改正というものが具体的な形で論議されるようになりますから、その時に私たちが抽象的にうわっとこう抽象的な議論するのではなく、具体的な形で考えていく、それがとても大切なことだろうと思っております。それから、憲法が争点隠しだったんじゃないか、憲法改正というものを話題にしなかった、これもちょっと違うかなと思っています。自由民主党は2012年4月の27日から憲法改正草案というものを発表しています。そしてこれがゴールだということを明確に打ち出しているわけですね。そして選挙の時にはいちいちそれを争点にはしませんけれども、これがゴールとしていわば政治を進めていきますよということははっきりさせているわけです。例えば今回の安保法制もそうですけれども、秘密保護法などもそうですが、自由民主党の憲法改正草案の9条の2というところで国防軍を創設する、そんな条文がございます。で、一項ではこんな形で我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全、国民の安全が一番最後にこう出てくるんですけれども、軍というのは国の独立、これを守るためのものだ。で、そういう軍隊を保持します。で、二項のところで国会の承認、その他の統制、国会の承認はいらない、その他の統制で構いませんというような、そんな条文になっています。軍を国会が統制しなくてもいい、例えば総理大臣の統制で全く構わない、そんな条文なんですね。そして3項のところに、国防軍は全項1項に規定する任務を遂行する、これがこの国防ですねの活動のほか、法律の定めるところにより国際社会の平和と安全を確保するため国際的に協調して行われる活動、これをしますよ。これ2つ目、3つ目、公の秩序を維持し国民の生命もしくは自由を守るための活動、いわゆる治安維持のための活動ということですよね。国民に時にいわば銃を向けることがある、治安維持の活動で、この2番目のところですが、法律の定めるところにより、この国際社会の平和と安全を確保するための活動、この法律を安保法制として戦争法として作りましたというだけのことなんですね。ですから、もう2012年の段階でこういう法律は必要なんです、こういう憲法改正をしてもこの法律に定めるところでこういう活動をしますよ、その法律が、このように今回作られました。そして4項のところでは、国防軍の組織統制及び機密の保持に関する事項は法律で定める、この軍事の機密保持のための法律として秘密保護法、これが制定されたということになります。
ですからどういう法律が必要で作っていくんですよってことはもうゴールとしてはっきり示しているわけですね。でこういう政党を支持するということはこういう法律を作ってこのような形の国に変えていく、それにやっぱ賛成ですねという意思表示が見られてもこれは民主主義ですから。ですから私は改憲に賛成か反対かをいわばその対立軸にするんじゃなくて、自民党の目指す国づくり、どういう国を目指すのか、そこを対立軸として明確にしなければいけないんだろうと思っているんですね。まあ、今の自民党の改憲案というのは、国を強くする、国を豊かにすればいいのだって、一人一人を市民を幸せにする方向ではありません。国を強くする、国を豊かにすればいいねという方向。今の私たちの憲法は今ではなく、一人一人の個人を幸せ、一人一人の個人が幸せになるように、そっちの方向です。ですから、どういう国づくりを目指すのか、そこが対立軸でなければいけないだろうと思うんですね。安倍さんは、安倍総理は、よくね、対案を出したんですよ。自民党が対案を出してますよ、振りかざして。対案を示せ、なんてことをよく野党の、ね、方に、突きつけます。いや、対案ありますから、今の現行憲法。この現行憲法の目指す方向、これが対案です。堂々と言えばいいわけですよ。そこで、いや、対案できたね、ひるむ必要は全くありません。今の現行憲法をもとに、まあ、必要があればマイナーチェンジ、それは場合によっては必要かもしれません。でも自民党の改憲案は全く方向が違うわけです。自由と平和を守りながら一人一人を大切にするという方向でいくのか、そうではない、国を強くして軍隊を持って、そして天賦人間をやめて国を強くする方向でいくのか、全く方向が違うんだ。そこを対立軸として明確にすること、それが一番重要なポイントだろうなと思います。その中で今回この安保法制ができてしまいました。確かに目指すところでその通りの法律を作ったんですが、これは憲法違反、今の憲法においては憲法違反だと考えています。その憲法違反の法律を正すための方法は、まあ、2つあるわけですね。政治の部門でその法律を廃止させる、そういう議員をたくさん選んで国会政治のルートで改正をさせる。もう一つは裁判、司法のルートでそれを正していく。憲法は一応2つのルートを用意をしています。で、政治のルートはまさに、皆さんたちをはじめとして市民の多くの皆さんたちで頑張っていかなければなりませんが、その訴訟というところはやはりこれは法律家としてやるべきことであろう。2年前の7月1日の閣議決定の後、数人の弁護士で閣議決定、これを裁判で争えないかということの研究を始めました。ただなかなか閣議決定だけで裁判をするというのは難しい、そういう状況で、まあ、そんな中で、2016年9月に全国の有志弁護士から、まあ、こういう安保法制違憲訴訟の会というものを作りまして、でこれ12月に記者会見をこうしたりしたんですけどね。私のお隣にいらっしゃる方は元名古屋高裁の裁判長だった方です。元裁判官だった方が30人以上、元検察官だった方も何人も集まって、まあ630人ぐらい以上かな、その弁護士が全国で集まって、そして、まあ、このような訴訟の集会、500人ぐらい集まりましたでしょうか。皆さんに参加していただいた方もいらっしゃるかなと思います。そんな中でこの違憲訴訟というものの意義としては、まず具体的に今苦しんでおられる方の救済ということ、この戦争法ができたことによって、特に戦争被害者、原爆被害者の方、基地周辺の方、もちろん沖縄の方、そういう皆さんたちがこれで、自分たちの平和の中で生きる権利というものが侵害されてしまう、下手をすると戦争の標的になって、そしてテロの標的になって、自分たちの幸せな生活、これが壊されてしまう、そういう嫌が恐ろしさ、恐怖感、そういうものに、まあ、苛まれて、そういう一人一人の、いわば精神的な苦痛、これを救済しなければならないだろうというのが一つ。そしてもう一つが司法の役割を問う。裁判所には違憲審査権という権限がございます。憲法秩序を回復する、そういう重要な役割が司法裁判所にはあるだろう。これをきちっと今の段階で発揮してもらわないと困るぞというんです。日本の裁判所というのは違憲審査権の行使について極めて消極的です。戦後法律が憲法違反といった判決は10個しかありません。まあ、ドイツなんかですと600、700ぐらいあります。アメリカだと5000、6000、数千の違憲判決が出てたりします。ですから日本は10個しか
憲法違反の判決、法律が憲法違反なら10個しか判決がないぞと言うんですが、実はそれは事前に法律を作る前に内閣法制局っていうところが事前のチェックをしてたんですね。法律専門家が内閣法制局の中で、いわば事前の審査をしていました。そこをすり抜けてきてしまったものを事後的に裁判所が審査する。ですから法制局の事前審査と裁判所の事後審査がセットになってこの国の憲法秩序を守るということをやってたんですね。ところがご承知の通り内閣法制局の事前審査、これが機能しなくなりました。なものですから、もう今の段階では裁判所しかこの役割を担えるところはないなということです。そしてもう一つが何より重要なことは国民運動の一環である。多くの市民、国民の皆さんたちと一緒にこの政治課題を通じて違憲状態を正していく、その一つの大きな力という役割があるぞということなんですね。そこで4月26日に東京地裁に第一次提訴、これをいたしました。差し止めの裁判と国家賠償というものと、この2つを求めてなんですね。差し止めの方は原告52人、国家賠償の方は457人ということです。で、代理人は621人以上、他にも、まだこの裁判の原告になりたいですという方が2000人ぐらい、いらっしゃったりするんですが、そういう皆さんたちは第二次訴訟のところの準備のために委任状を用意したり、今している最中であります。で、ここで何を求めているかというと、基本的には集団的自衛権の行使、このためのいわば内閣防衛出動ですね、自衛隊の防衛出動、これは憲法違反で許されないぞ。それから後方支援活動というものです。で、この2つ、この2つを憲法違反だと言って今のところ争っているというものなんですね。今現実に問題になっている南スーダンの PKO のような、その部分のところについてはまださまざまな議論があるところなものですから、今回の第一訴訟のところでは見合わせをしています。集団的自衛権と後方支援、この2つの憲法違反ということを争って、で、原告の侵害された利益としては平和的生存権、それから生命や身体や自由、人格権、そしてこういうことをもしやるのならば憲法改正の手続きを取ってやらなければいけない。憲法を変えられるのは国民だけ。ところがその憲法が持って、国民が持っている憲法改正決定権、これを侵害して勝手に政治家がこんなことを進めてしまったじゃないかというようなところから、これ新しい概念なんですが、憲法改正決定権の侵害、こういった、理屈を立てて、争っているというところであります。で、これ訴訟の、提訴の時の様子ではあるんですけれども、そして私たちの提訴と同じ日に福島のいわき支部において204人原告となって国家賠償の訴訟、これを提起いたしました。高知では5月の6日、32人ではありますけれども、高知の国家賠償、そして大阪では6月8日に国家賠償と差し止め、なんと東京以上の713人が原告となって、大阪での提訴というものを行っています。長崎もそうですね、118人、集まって、長崎の弁護士会でそんなに弁護士多くはないんですけれども、3分の1ぐらいの弁護士がこの代理人になって、そして岡山でも大きな訴訟402人大きな訴訟を岡山でやっております。岡山というのは私が別にやっている一人一票の裁判、一票の格差の是正、この裁判でも岡山では憲法違反の無効だというそういう判決が出たりしているところでもあるんですね。弁護士も本当に頑張っています。そして埼玉でも318、そして長野でもこのような形で、ついこの前ですけれども提訴したばかりではありますが、そして8月中には札幌でということ、神奈川でも今準備中、この原告の申し込みはまだまだ増える予想ではあります。今具体的にもう提訴されているところもこんな形 で今準備活動を続けているところ、他にもいろいろという状況です。選挙という方向でこれを正して、もう一つは裁判の形でこうして争って戦っていくということはとても重要だろう。で、全国の弁護士が集まりまして、実は先日全国の経験交流会というようなものを実施いたしました。もちろん情報共有をしながらやってるんですが、直接顔を合わせて
その裁判での問題点、論点、法律的な問題点もそう、原告の皆さんたちの関わり方などもそう、そういった交流会を全国の弁護士とともに、行って、より質の高い裁判、訴訟を進めていこう、そんな準備をしております。で、蒼井美穂先生にちょっと講演をしていただいて、裁判所に何を、どんな判断をさせなければいけないのか、いうようなこと。それから福田守る、神奈川県弁護士会所属でありますが、私と同じように日弁連憲法問題対策本部でさまざまな弁護士会のいろんなものを議論し、そして起案をしています。この安保法制の憲法上の問題で、そんなことをみんなで研究し協力し合ってということです。で、東京裁判の今後としては第1回の口頭弁論の期日がこのように決まりました。国家賠償の民訴訟と差し止めの行政訴訟、9月に入ってということです。で、これから大体3ヶ月に1遍ぐらいずつのペースということが大まか予定されています。実は私たちこの訴訟を提起するときに1回の期日でもう終わり、決心、それで門前払いで終わってしまう、そういうことをとても恐れました。この安保法制の憲法違反という裁判は個人で提訴されている方が何人かいらっしゃって、その個人で提訴されている方の裁判などはもう本当に法廷も開かれないまま終わってしまったり、1回だけ開いて終わりということがほとんどなんですね。なものですから、下手をすると裁判官がかなり強権的に出てきて、これはもうこれでいいですねということで終わりになりかねない、そういうことも覚悟しながらいろんな準備を進めてきました。ですが、提訴した後の裁判官との面談などを通じながら、その裁判官はとてもいわば真摯にこの問題を受け止めてくださっている、実際の判決かどうか分かりませんよ。少なくとも審理のところではきっと原告の声を聞いてくれるような雰囲気ではあります。ただ裁判官もポーカーフェイスだったりしますから、なかなかわからないですけど、それでも少なくとも1回の期日、そして第2回、ここちょっと限っていませんが、2回の期日もちゃんと協議をしながらもうすでに入れると。そして裁判官がやっぱ3ヶ月に1遍ぐらいのペースでどうでしょうかと、私たちもいろいろ準備がありますから、そんな形でしばらく続いていく、少なくとも東京のところではこんな状況でありました。ただその訴訟の時の、手数料のようなものを払わなくちゃいけないんですけど、総額というものが決まってるんですが、その計算の仕方で裁判所とこう随分とやり取りをしました。人数が多いものですから、その訴訟の手続き費用だけでも、やっぱり数十万、下手をすると100万を超える、お金を、必要だ言われそうなところをちょっと交渉しながら負けてもらって、それでも70何万にはなってしまいました。最初はもっとずっと安いのを予想してたんですけれども、なかなかやっぱり一人一人の思いが違う、その一人一人の思い、これをきちっと汲み取ってほしいということを私たち主張しているものですから、そうすると人数分だけみたいなことに、なってしまってというところがあります。課題と展望ですが、裁判所の保守性なんて言われるもの、ちょっと理屈っぽくて申し訳ないんですが、司法消極主義という言葉があります。裁判所がなかなか積極的に憲法違反だという、判断もしないんじゃないのか、政治部門の判断を尊重してしまいがちな、そういう傾向に日本の裁判所はあるんじゃないか。ただこれも先ほど申し上げた通り、事前の何か法制局のチェックがうまく機能しているときには、これもまた一つの考え方かもしれません。しかし今政治部門のところが十分に機能しているとはとても言えない。ならば裁判所はこういった一人一人の命に関わる問題というのは積極的に裁判所として役割を果たさなければいけないだろう。もう一つが付随意見審査制、付随的審査制、具体的な事件がなければ裁判所は判断しないぞという、考え方がございます。これによって単に安保法制が憲法違反というだけではまさに門前払いを食らってしまうという危険がありました。そこでそうではない形にいろいろと組み立てをして、先ほど申し上げた通り、少なくとも1回の門前払いで終わりというようなことは、回避できたかなと思ってるんですが、まだまだこれからの課題です。どちらも乗り越えられる課題だとは考えてはいるんですけれども、実務的な課題もとても多くございます。一つは若手の弁護士が東京ではとても少ない、
これに携わっている。要するに特に東京は若手の弁護士は仕事が厳しいんですね。弁護士の数を一気に増やしてしまったものですから、まあ、よく弁護士の貧困なんて言われますが、本当に大変な状況です。なものですから、自分の生活のために、これも当たり前ですが持ち出しになります。ですから若手弁護士は別に持ち出しなんて費用負担なんかしなくていいからと言っても、一銭のお金にもならない裁判なものですから、なかなか時間的な、また金銭的ないろんな負担がある、若手の弁護士の参加がこれからの課題、もっともっと増やしていかなければいけないな。私の講義を聞いて合格した若手弁護士でもね、先生がやってることでよく分かるし本当におかしいと思う、でもやっぱり自分の生活もあるしというので、気持ちはもう本当参加してますで、もう気持ちだけでもありがたいんだけれども、実務的に動ける、若手弁護士というのはまだまだ少ないなというところ、それからあとは金銭的な部分です。ちょっと予想が外れました。市民の皆さんたちの支援の団体からの寄付だとか、まあ、そういった、ね、財政的な援助をいただけるかなと思って、原告の方には経済的な負担はゼロでいいですって始めちゃったんですね。5000円でも取っときゃよかったけれども、ゼロで始めちゃったものですから、そしたら思いのほかなかなかお金が集まらない、なものですから、先ほどの訴訟の費用だけでも70万10万弱それも含めて、で全国のいろんなところに行って聞き取りに行く、その交通費から何から、まあ、全部自腹でということになりつつあるものですから、その財政面をどう立て直すのか。でもこのね、人的な資源が足りないぞ、お金が足りないぞ、それで先細りになったじゃ話になりませんから、これだけ大掛かりに、始めているものですから、そこは何としても立て直さなければと思っているところですが、まあ、そういう実務的な課題が多いことも確かではあります。時間が来ました。東京の二次訴訟というものも、安保法制違憲訴訟の会、安保法制違憲訴訟と検索をしていただきますと、私どものホームページが出てまいりますので、ですから、また広めていただければ、そして全国先ほどの各地で、そういった訴訟を提起していますので、で、途中で申し上げたとおり、これは裁判を一つの結節点として、市民の皆さんたちに報告会をやったり、傍聴に来ていただいたりだとか、そういう形で市民運動を盛り上げていく、その起爆剤として使っていただきたい。それが何よりも重要な目的の一つなものですから、ぜひいろいろな形で支援をしていただき、そしてまた一緒に戦っていっていただければありがたいなと思っています。時間が来ました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日はちょっと時間がないので、質疑の時間と思ったんですが、ちょっと省略させていただきます。伊藤先生、これからお忙しいのでもうお帰りですよね。もう一度大きな拍手をお願いいたします。もし質問がありましたら、ホームページなどで、また私のも通知、ちょっと名前言うの忘れてました。千葉県の佐倉市議会議員の大野博美です。よろしくお願いします。また私どもに連絡くださればと思っております。それでは進行させて、公開講座ということで、沖縄選出の伊波さんと、それから、他の先生のお話聞くわけですけれども、一応今11時33分ぐらいですか、まあ、予定では12時半ということになっているんですが、若干オーバーするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。で、最初にですね、伊波洋一さんの方から、15分ほどやっていただいて、その後中野さんのお話に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、今回沖縄選挙区から当選をいたしました伊波洋一と申します。参議院選挙に当選しました伊波洋一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、今回自治体議員立憲ネットワーク第4回総会ということでですね、先ほど終わる直前にここに入ってきたんですけども、総会を終えてまた次の新しい目標に向けて頑張るということですので、どうぞ、皆さんと共にですね、私もまた参議院で、沖縄問題もこの課題に加えていただき、そして、中村美穂さんも、共同代表になったということで、沖縄との連携も多くなると思います。沖縄確か80名超えるぐらいのメンバーがいらっしゃると思いますので、800名ですか、1割程度占めるということですので、彼らも通してですね、つながっていきたいなとこのように思っております。ちょっと15分ほどのご挨拶をさせていただきますが、先ほどの、まとめをしていただいた門倉議員の方から、その政治、ダイナミズムの話とかありましたが、地域でのですね、今沖縄ではですね、昨日も中村美穂さんの講演
が少しありましたので、参加した方は聞いてると思いますけども、自治体議員が中心になってですね、今辺野古高江というところでの取り組みに参加するようになっています。特に2014年以来 の辺野古の強行ということについてですね、県議会での決議もありますけれども、市町村議員も含めて、議員の日というのが設定されまして、毎週水曜日に、この議員の皆さんが開会10時であるにしても朝早くから行ってですね、そして8時ぐらいまでに行動を終えて、議会に行くというような、そういう集会を取り組むようになりまして、それが水曜からまた木曜まで、2日になるとかという形で、もう14日からは毎日の座り込み、24時間座り込み始まっておりましたので、それにしても議員が来ることでですね、本当に数多くの方々が来るようになる、辺野古のゲートに、2、300名が集まるようになる 日になっていったわけですね。それが今7月の21日の高江での集会がありまして、ちょうど私が7月10日に当選をして、翌朝11日早朝から、防衛省はいわゆるその辺の高江でのヘリパッド強行の取り組みが始まりましたので、それに抗議する意味合いも含めてですね、その怒りが7月21日に集会が行われまして、高江ではこれまで、3、400名まで集まったと思いますが、1600名集まるような集会がありまして、これは予定されて、翌日予定されている、座り、テント撤去の強行ですね、いわゆる、全国各地から、特に関東周辺から来ている機動隊5、600名の動員による強行ということで、それに対抗する集会でしたけれども、その以降、島ぐるみ会議を含めて、今高江には新しいキャンプ地っていうのは、その前の山を少し、ブルーシートを張ってですね、新しい居場所にして、そういう取り組みが始まっています。ですから沖縄の場合は、率先して議員がですね、率先してそういう現場、での、反対行動に参加をしているということをぜひ皆さんにも知っていただきたいなと思います。そういうことを通して、いわゆる地域の島ぐるみなどを含めたですね、島ぐるみ会議というのはどちらかというと捕獲を超えた運動体なので、そういう意味では誰もが参加できるものなんですが、その核に議員がいるということでですね、そういう動きができております。でやはり課題いろいろあると思いますけども、沖縄の課題も含めて各地域のリケネットワークの皆さんがですね、参加いただければ本当にこの沖縄問題を共有する広場になっていくのではないかなと期待をしています。私自身ちょうど20年ほど前、1996年に沖縄県議会議員になりまして、2期7年間県議会をしていたんですけれども、その頃ちょうどローカル政党ブームというのがありましてですね、あちこちでですねあって、私もそことの交流や、あるいは昨日もちょっとお話したんですけども、基地問題では新ガイドラインがいわゆる、行われよう、ができる頃でして、全国各地の港湾に米軍艦船が強行入港すると、こういうことがありまして、県議会でそこへのガイドライン、新ガイドライン反対の共同行動みたいな連帯運動をですねやって、沖縄からずっと講師を派遣していましたが、私自身も何か箇所へ行きましたけども、頃からのお付き合いの議員の皆さんが、立憲ネットに多く加わってますので、懐かしい思いでですね参加をさせていただいております。今回また参議院でこの参議院会館で挙出もやりましたので、ぜひ皆さんともですね親しくお付き合いをさせていただきながら、取り組ませていただこうと思っています。それから外交防衛委員会といいますか、外防でですね議席も得ましたので、そこで毎週2回あるようですから、沖縄問題を含めて日本の防衛のあり方、外交のあり方をしっかり取り組んでいきたいと思っています。で、外交問題で言えば、防衛問題で言えばですね、沖縄問題だけではなくて、全国の今、自衛隊基地問題は今米軍基地問題でもまたあるようになってますのでね、本当に日本の外交のあり方、あるいは防衛のあり方がこの世でいいのかということを含めて、やはりしっかり捉え直すことが今大変重要な時期ではないかと思います。沖縄は戦後71年ずっと米軍基地と対峙しながら
来ておりますが、全国はですね、まだまだこれから米軍やそういう問題と対峙をする時代になっているのではないかなと思うんですね。でそういうことも含めてですね、やはり一体沖縄を通して見えるものもいろいろありますから、そういったものをぜひ皆さんと共有していただけさせていただきながら、また地域の課題で私たちが知らないことも多いわけですから、そういったことをですね、共有することができるものになるのではないかなと思います。やはり国会議員はどうしても国の側といいますか、この東京を中心にやっていると思いますけれども、現実はですね、地方で起きてますので、その地方の現実の方をですね、いかにこの中央にこうしっかりフィードバックしていくか、それをリアルなものにしていくかということは大きな課題だと思います。で私も今考えておりますのは、辺野古の現実、あるいはその高屋の現実、それから風の谷、普天間の周辺、あるいはその米軍が今頻繁に訓練をしている宜野座とかですね、阪西あたりなんです、阪西諸島なんですけど、宜野座とか、あるいは伊江島、そういうところではですね、本当に考えられないような状況が起こっています。住民生活が破壊をされているという現実があるんですね。それがですね、我が国の場合は国政の方まで届かない、届けようとしない、届いても、問題がないという形でこうシャットアウトしていく、そういう現実がありますので、沖縄問題が解決されない沖縄、まあ、原因になっているんですが、やはりそういったものをですね、しっかりと国政の場で議論していく、そして、そのことに政府を対峙させていくということをですね、やっていく必要があると思うんです。そのためにはやはり地方のですね、各地域の現状、実情、それがですね、反映されなきゃいけないんだろうと思うんですね。まあ、それぞれの地域にそれぞれの議員がおられると思いますが、まあ、自民党の議員であってもね、やはりそれは現実の問題としてしっかり受け取らせないと物事の解決はできないだろうと思っております。で、まあ、そういうことも含めて、これを機会にですね、皆様とも連携を取りながら、ぜひ取り組んでいきたいなと思っています。多くの階級内からの仲間の皆さんが参加しておりますので、ぜひ皆さんとともにですね、今日このようにご挨拶させていただいたことありがたく思いますし、519という居室になっておりますけども、どうぞ何かあったらですね、寄っていただいて、また親しく声をかけていただければ、一緒にですね、いろんな課題、取り組むことができると思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。519号室ですので、皆さん覚えていて、国民参議院から入るときにはですね、ぜひ寄っていただきたいと思います。それでは続きまして、中野浩一先生ですけれども、本当にもう選挙の最中以前、そして多分これからもでしょうけれども、毎日のようにこの戦いの先頭に立って来られました。今日は私たちが総会の中で政治議論が十分ではなかった面を含めですね、問題提起いただいて、これからの方向性をですね、ぜひ確立していきたいと思いますので、じゃあよろしくお願いします。こんにちは。そろそろ夏休み取ります。上智大学の中野浩一と申します。それこそ皆さん大変お疲れなのではないでしょうか。そして、まあ、東京の場合ですとまださなかですから、ちょっとあと本当にわずかになりましたけれども、気が抜けない状況が続くというふうに思います。まあ、ただやっぱり悔しいですね。非常に悔しいというのが率直なところ でこの悔しさはやっぱりちゃんと味わわなくてはいけないというふうに思ってます。でいい話ももちろんあるので、決してそのがっかりしてるばっかりではいけないんですが、しかしやっぱり惜しかったというか悔しかったということはやっぱりきちんと踏まえないと、次がないというのもまた事実だというふうに思いますので、正直今の状況、市民運動の側皆さんもお感じになっているかもしれませんが、私もいろいろこういろんなところでみんなイライラしてるなというか気持ちがささくれ立ってるなというふうに非常に正直感じております。でそれはやっぱりすっきりしてなんていうんですか、ああやったやったというような結果がですね、参議院選挙で収めることができればよかったんですけれども、そういうことにはならなかったということで、どうしてもやっぱり今は、しばらくのところはなんていうんですか、やや内ゲバモードになりがちなところもあるので、そういうのを避けてですね、私は根本的には喧嘩パイ人間なんですけれども、ただやっぱり一つポイントかなと思って自分に聞かせているのは、黙ってた方がいいことは黙ってるっていうことですね。
やっぱり一言余計なこと言いたくなるっていう時あって、一言余計ってのはやっぱり余計なんで、余計だけど一言言わせてくださいっていうのは余計だから言わない方がいいっていうのがやっぱり多いんですね。でそれはちょっと我慢すればその後どうでもよくなることって多々ありますけど、言っちゃうとそれ自体がもうその次に、さらに反応をジャッジするっていうことがありますんで、非常に当たり前の話なんですけれども、辛抱するところは辛抱するっていうことがやっぱり、大事かなというふうに思っております。でこの間ですね、今日ここにおいでの立憲ネットワークの皆さんでも実際に選挙区で、お世話になった方も、いらっしゃいますし、伊波洋一さんは沖縄県議選が終わって間もなくですね、ようやく私どももずっとこう市民連合においてもオール沖縄のやっぱりモデルを目指せということで、一人区におけるその野党共闘というのを、働きかけてくるということをしてきましたので、ようやく県議選が終わったということで、伊波さんのところに私が市民連合として推薦協定を結びにお邪魔しまして、その時に本当にわずか確か3時間しか那覇にはいなくてですね、ユイレールに乗って終わったような感じで、いろんな意味でもったいなかったなというふうに思ってますけれども、まあ、ただその過程でですね、やっぱりいろんなところにお邪魔していろんなところでいろんなお話を伺って、そしてもちろんそれは民進党、社民党の方に限らず共産党の方とも話をしてですね、それぞれいろんなところからこういうふうに見えてるのかということはやっぱり感じておりました。で今日ちょっと私の方でお話しさせていただくことは参議院選の結果と今後ということなんですけれども、まあ、正直私は政治学はやっていて、そういう立場から今回もこの間の動きを見てきたというところはあるんですが、よりその現場で体感されていることとは若干齟齬があったりとか、違うところがあるかもしれないので、逆にそういうところは教えていただけたらなというふうに思っております。このあと30分ちょっとぐらいですかお話しさせていただいて、もし40分ですか、はい、質疑とは、はい、わかりました。じゃあそんな感じで、お話をさせていただきたいというふうに思います。でまずですね、市民連合ということで、この間やってまいりました。でご承知の通り昨年の国会前での抗議行動で、一緒に戦ってきたその5団体の有志という形で緩やかなものでやってまいりました。はい、すいません。緩やかな形で、やってきていて、この5団体というのは総がかり行動実行委員会、そしてシールズ、ママの会、立憲デモクラシーの会、学者の会、それぞれ大体その3、4名ぐらいですかね、中心的な、メンバーが、2名、から4名ぐらいですか、参加して、いろんなことをその、合議で決めてやってまいりました。で一番大きなそのポイントというのは戦略的にはですね、やはりその参議院選挙において一人区というものが、非常に自民党に上げ底をしてしまっていると。でこれは選挙制度が極めていびつであるということ、が当たり前になっちゃってるということなわけですね。でしかもこの一人区というのが、人口減少に伴ってどんどん増えてくるということがあるので、ほとんど参議院選挙をやるたびごとに増えてきて、ついに今回に至っては32人まで増えてしまったと。でこれはそもそもが人口が少なくって第一次産業に、非常に依存していてですね、そして多くの場合原発立地というところもありまして、ほっとくと本当に自民党が全部勝ってしまうのが当たり前のところだというのがその一人区のこのいびつさなわけですね。だから本当にこう政治学的にももうちょっと問題にならないのがおかしいぐらいに、一部菅原拓先生などずっと前から問題にされている方はいらっしゃるんですけれども、参議院選挙の中においてこうしたその混合的な制度になっているというのもおかしいといえばおかしいわけですけれども、何にしてもその一人区でしかも今回5区までできてしまいましたから、非常にいびつな選挙制度があって、これは自民党に対する上げ底以外の何者でもないというのがあったわけです。で、実際、3年前ですか、31あった中の、29を自民党が取っていって、当時の民主党は一つも取れないと、沖縄と岩手、が、
まあ、野党側が取ったということだったわけですけれども、そういった状況を繰り返すことになりかねないということで、国会の中で共闘した野党にですね、やはりその参議院選挙に向けても共闘してほしいということで、総がかり行動にしてもシールズにしても、国会前の木曜日金曜日の抗議行動でそれぞれですね、野党関係者をその、声をかけて、そして来てもらって、まあ、中には維新の党のようにそのおかげで壊れてしまった政党もあるんですけれども、そんな具合にですね、野党共闘をこう呼びかけて、来たという流れで、やってきました。でポイントはもちろん1人区で野党候補を一本化するということだったわけです。でこれはあの当初はあの本当にできるのかなというのはやっぱりありました。で途中からですね、その新年に入ったぐらいからこれは時間の問題なんだろうなというふうには、感じるようにはなったんですが、ただもちろん30に全部できるのかということと、そして時間の問題といっても遅すぎたらどうしようもないので、間に合うのかどうかという点でやはり、イライラする点が多々あったというふうに思います。でまあ、一応曲がりなりにも最終的にはあの最後になったのは大分だったと思いますが、一応そのいろんな形ありますけれども、一本化がなされて、一応その勝負の形ができたということになるんだと思います。と申しますのはもちろん、ご承知の通りその野党の、候補者を一本化するということをしなければ一人区ではほとんどのところで勝負にならないわけですね。だからあの勝負になる形が一応できたというだけで、これはもちろん前進以外の何者でもなく、それがあの、まあいろんな形があったとはいえ30に全てにおいてできたというのはやはり良かったということだというふうに思います。で、まあ、その結果ですね、11の1人区において勝利がすることができたということ、これはあの当初想定されていたことで考えれば本当にその、それこそその3年前の繰り返して、沖縄と岩手はなんとかなるかもしれない、しかし他は本当にいくつ取れるんだろうかというようなことで一桁、場合によっては本当に5に満たない数しか、勝てないんじゃないかというような数字がやっぱりありましたから、野党の共闘が、1人区において11、結果を出したということはやはりあの非常に大きな成功だったと思います。そして、まあ、朝日新聞などが、伝えていたようにですね、その統一候補においては勝てなかったところも含めてほとんどの場合においては、無党派層の票も一部呼び込んで単なるその野党4党の足し算に過ぎない、得票数ではなく、さらにやはりその、勝負になるという形を作ったことによって政治を諦めかけていた人たちがもう一回、投票してみようということで無党派層の人も、一部呼び戻すことに成功した場合がほとんどだったということでですね、やはり1人区においての、野党候補の統一というのは、成果を上げた、これが、まあ、あの一定程度の成功を遂げたということは、間違いないというふうに思います。でこの中にはあのご承知の通り、例えば三重のようにですね、あの柴博和さんというもともと神主さんの方で、あの民進党の中でも保守的な方だったわけですけれども、三重の市民連合で中でもそのシールズ東海の、岡さんという、女性がですね、非常に献身的な働きをして、最終的には本当にあの、こう言ったら失礼なんですけど岡さんっていうのは保育士さんなんだそうですね。大学出て、まあ、数年立ってるぐらいの方で保育士さんがもともとのお仕事の方で、だからなんだっていうのはあえて言いませんけれども、柴さんをですね非常にこううまくなんていうんですか育てたって言ったら失礼なのかもしれませんが、とても根気よく、打たれ強く粘り強く、なだめすかしてやってきたというふうに聞いております。で最終的にその、本当に三重というのはもちろん落とすわけにいかないところだったわけですね。でそれはあの勝負として勝てるところだったっていうのもありますけれども、岡田さんが辞めちゃうということを言っちゃいましたから絶対に負けるわけにいかないところになったわけですけれども、そこにおいてですねブリッジ共闘というような形で始まったわけですけれども、結果的に本当に、柴さんも喜んで最終的には赤旗を読んで自分が赤旗に写ってる写真があるって載ったの初めてじゃないかなって言ってるのをテレビに撮らしちゃってるっていうぐらいでですね、本当に市民のおかげで当選させてもらったということをそのおっしゃっているというのは、かなりそういう意味ではいろんな意味でですねインパクトの大きい勝利もあったというふうに、思います。でそれはやっぱり穏健保守層、
も含めてちゃんと取るということが非常に大事だということで、まあ共産党から王権保守までということになりますと、やっぱりこれ一苦労なわけですね。で、勝ったところというのは地理的にもちろん皆さんご承知の通りかなり特徴があるわけで、沖縄はもちろんのこと、東北、秋田を除く東北、まあ大体本当に東日本、北日本に集中しているということになったわけですけれども、まあ、どう考えてもですね、東日本大震災での復興の遅れ、そしてその上にさらに TPP で追い打ちをかけるというようなことがある中で、保守が分裂をしていて、その時に穏健保守層も含めて取ることができたか、そしてさらにそこに共産党の票が足し算となって加わって、その結果ですね、やっぱり勝てたところいうのがやっぱりかなり大きな特徴なんじゃないかなというふうに思います。まあ言ってみれば安倍政権の結果ですね、本当にその勝ち組と幕組への、もう分断というものが非常に進んでいる中で、これじゃ生活ができないんだというようなところまで来てしまっているところ、でそれはもちろん沖縄のように基地問題で、それが中心的に出ている場合もあれば、東北のように暮らしの問題として経済的な面から直接それが出ている場合もあると思いますけれども、まあ北海道もそうですよね、複数区と言いながら、自民党は1個しか取れなかったわけですから、そういったところも含めて、やはり日本のこれから向かう先を先取ってしまっているようなところにおいて、野党共闘が、穏健保守から共産党までを取り込む結果勝つことができたというのが1人区で出た結果なんじゃないかというふうに思います。で本当はですね、この1人区で、こういった形を作るということで、波及的な効果を狙っていたんです。で残念なことに、今回の野党共闘の限界というのはそれ以上の波及効果を上げることができなかったということだというふうに、私どもの方では考えております。というのはその明確な締結軸を1人区で作ることによって、全国的な規模において、改憲勢力対立憲4党という形ができてですね、選挙の性格がはっきり出てくるということをやはり期待していたわけです。で32の1人区で野党共闘ができたということはやっぱり画期的なことですから、それが大きな、作用となって野党票全体を押し上げていくということ、投票率を上げて野党票全体を押し上げていくということを複数区や比例区においても期待していた、しかしそれが、十分な結果を上げることができなかったということに、なるんじゃないかというふうに思っております。ご承知の通り投票率は、前回の参議院選挙での、まあ、52.6% から 54.7% で、幸いですね、一時期はこれ 50% 割るんじゃないかとまでやっぱり言われてたんですね。というのは世論調査において、確実絶対に飛びに行くんだという人の割合が普段と比べて低いということでですね、そのままいくと 50% 割ってしまうかもしれない、戦後最低レベルをその、まあ、前回よりも下回ってしまうかもしれないということだったわけですが、まあ、その点 54.7% ということでわずかではありますが、上がったとはいえやっぱり戦後4番目の低い数字にとどまってしまったということで、本来であればこの歴史的な、参議院選挙においてもっと多くの有権者に訴えることができたらというふうに思ったんですが、そこまで至らなかった力不足というのがやっぱり非常に残念なところだったというふうに思います。でこれは1回目だからしょうがないといえばそれまでなんですけれども、1人区での野党共闘をやった段階でやや満足してしまったというか、それでこう野党側の共闘の動きというものがそれ以上の展開を見せることができなかった側面もあるのではないかということを、まあ、この点についてはまた後ほどもう少し述べさせていただきます。で複数区比例区においてでもですね、野党候補同士が、限られた野党票を競うという構図がこれまであったわけですが、どうしてもそれを崩すことができなかったということはやっぱりあるんだというふうに思います。これはまあ民進党以上にその、共産党、まあ、あるいは社民党にとっての問題だったと思うんですが、複数区においてですね、最終的には民進党同士が最後の1議席を争う、あるいは、最後の2議席ぐらいはですね、その保守与党側の候補と、あるいは大阪維新の候補と、民進党あるいは共産党の候補が争うというような形で、最終的には、まあ、特にこれは共産党にショックだったと思うんですけれども、東京選挙区で、まあ、山添拓さんが勝った以外はですね、複数区で勝つことができなかったということで、とりわけその、勝つ可能性があったように見えた神奈川や埼玉、愛知、などにおいてですね、
非常に残念だったということで、これが3分の2を阻止することができなかったということのやはりかなり大きな要因だったというふうに思います。でこれはもう選挙 の中盤から明らかだったわけですね。複数区においてがまずいということは世論調査の数字を見れば明らかな話だったわけで、一円区においてはかなり野党共闘の成果が出てるけれども、都市部において複数区において野党票が伸びていないということが結局そのまんま、狙った改善はなくいってしまったと。まあ唯一ですね、なんていうんですか、励みになったのはやっぱり小川敏夫さんが、6人区 その東京において最後に滑り込んだということで、やはりその1議席でもやっぱり非常に重要だということを考えると、大阪維新の田中康夫さんが、勝つということを、まあ、防いでですね、小川さんが入り込んだということ、そしてその中において、まあ、シールズをはじめとした、まあ、市民運動の大きな、助けがやっぱりあったというふうに思います。終盤ですね、この点は実は市民連合にとっても非常に難しい判断だったんです。市民連合はやっぱりその共産党も含めて超党派でやってますから、一人区においては野党統一ができてますからみんなで気持ちよくすっきり応援できるんですけれども、複数区になりますと、まあ、誰を応援するってやるとこっちは応援しないのかという話が出てきますから、市民連合としてというよりかは、まあ、構成員であっても、まあ、個人としてやっていいと、あるいはまあ手術としてやるんだったらそれは別にいいんじゃないかというようなことで、途中からですねこれは複数区がまずいということで、重点的にボーダーラインが当選させなくてはいけないという候補者に関しては手術を中心にして、より機動力があってというか自由に動けるので、手術にぜひもうそれはどんどんやってもらいたいと、市民連合として全体 その輪を満たさないためにやることはフォーマルにはやるけれども、もうちょっとこれはゲリラ的でもしょうがないから、どんどんやってほしいということで、ネットも含めてそして、まあ、現地においてても特に関東であれば近いので、動けるということで、手こ入れをしてもらいました。まあ、あるいは私立関西の、人たちであれば、兵庫の水岡さん残念なことになりましたけれども、まあ、ぜひ頑張ってほしいというようなことで、シールズ独自の動きをしてもらいました。で、まあ、その結果がやっぱり出たというのは東京だったというふうに思います。まあ、見せる選挙といいますか人が入ってきやすい選挙運動ということで、どんどん改善がなされていったということは、あったのではないかというふうに思います。で、まあ、そういうことはあったんですけれども1人区以外で戦略がやっぱり不発に終わったということにおいて、まあ、特に2つですねやっぱり大きな問題があったというふうに思います。で1点目はその別に他人のせいにするわけじゃないんですけど、やっぱりあまりにもマスコミがひどかったということは客観的な事実としてやっぱりこれは言っていかなくてはいけないことだと思うんですね。参議院選挙でしかもその戦後71年目にして初めてですね衆参両院を改憲勢力が取る勢いだということが明らかだったわけですから、それがその大きな話題にならないというのはやっぱり異常なわけでして、まさに異常なことが起きたということなんだと思います。都知事選が始まる前からですね、松添さん その病床から、それから、工場からそれから、その、まあ、どういう候補がいるいないっていうような話ばっかりをやっていたりとかですね、本当にその参議院選の争点ばかりではなくって参議院選そのものを隠すような動きがあったということで、これはテレビの現場の方にお話ししてても取りに来ててもどうせの報道しないじゃないかというふうに文句を言うとですね、すいませんどこでどういうあれか分かんないんですけれども、やっぱり載せてくれないんだということを言うわけですね。で終わったら報道しますからって言うんです。いや終わったらじゃ遅いでしょうと。でご承知の通り本当に開票が始まった途端にですねいろんなものが報道されだして、日本会議についてフジテレビまで報道するというようなことで、逆にそうやってみると今度は押し付けで堂々と表に出てくるようになったんだなということが分かるというほかないんですけれども、それぐらいですね伝えるべきことを伝えないそのメディアの体たらくというのが現実のものとしてあるということ、これはもう覆い難い事実だったというふうに思います。で毎日新聞の報道によるとそのテレビでの参院選報道が前回3割減だったと、
いうようなことがあって、まあ、ワイドショーみたいなのも含めてですね、本当にこう取り上げられなかったということによって、せっかくこれはその野党共闘という、大きなあのものを作った、そしてそれを市民が後押ししているということがあったにもかかわらず、従来のあるいはそれ以上ひどい選挙報道の、まあ、杓子定規的なもの、あるいは事なかれ主義的な傾向によってですね、まあ、静かで退屈な参議院選が、演出されてしまったというようなことでですね、本当に残念だったというふうに思います。これはやっぱり1人区でせっかくそういう構造を作ったのに、複数区や比例区に、それを広げることができなかったということの一つの大きな理由であったということは、あるんじゃないかと思います。まあ、ただそれだけではなくてですね、2番目の点で、争点隠しされた結果ですね、でまあ、それで逃げ切られた結果、野党側の政策が注目されなかったということはあったわけです。まあ、本来であればやっぱりこれ3分の2が危ないんだということで、会見の危機なんだということを訴えつつ、市民連合もそうなんですけれども、当初から、安保法制の廃止と立憲主義の回復、これだけでなくて3番目にですね、個人の尊厳を守る政治を実現するんだということで、沖縄の辺野古の基地のその民意を無視する形で移設するということはまかりならんということであるとか、まあ、いくつかの重点政策というものをやっぱり私どもは要望していたし訴えていたわけですね。でそういった意味では野党側にしてみてもまだまだ不十分ではあったかもしれないけれども、野党共闘のその方がというものはもちろん国会の中でもあったわけで、共同提案した法律法案を中心にですね、いくつも合意事項が本来はあったわけです。で本来はマスコミがまあそういったふうに参議院選をきちんと報道していく中で、会見だけにとどまらず生活に密着する、一種に関しても、与野党の違い、会見勢力と立憲勢力の違いというものが明らかにできたはずだったんですけれども、それがなかなかできなかった。そしてまあ野党共闘側も先ほど申し上げたように一人区でですね、どうしてもそういった構造を作ったということにまあ満足してしまったというようなところがあって、複数区比例区においてはまあお互い切磋琢磨して競争するんだということで、まあそれはそれで別に否定はしないんですけれども、ただ野党全体として何を訴えているのかというのが、まあ一つこう明らかにならなかったということで、私はこれはネーミングの失敗もあるというふうに思ってます。というのはですね、朝日新聞など、まあ、あるいは東京新聞、東京中日新聞などはそうですし、地方紙も一部そうだったんじゃないかと思うんですが、会見勢力という言葉は使うようになってたんですね。朝日新聞においても再三その会見勢力ということで、自民党公明党の与党にとどまらず、維新、大阪維新、そして、心、この4党に関しては会見勢力ということで名前を付けていたんですが、肝心がですね、共闘している外野の野党っていうのは名前がないんですね。4野党とかですね、野党4党とか共闘野党っていうのはたまに見ましたけれども、でこれは実は非常に不都合なところがあって、会見勢力っていうのはまあなんとなくやってみれば分かるって言えば分かるんですけれども、この4野党っていうのがそうなのかっていうのはやっぱりなかなか分からない。で日本記者クラブで珍しいその党首討論会があった時にですね、最後に一文字ずつなんか一個一語ずつこう掲げてくださいっていう時にですね、なんと中山京子さんが平和って書いてるんですね。驚くことに心の中山さんが平和って書いてあって、それで亡くなった亡くなったって政党が亡くなった新党改革ですね、新井さんが、まあ、安倍さんの側近でもある、彼がですね脱原発って書いてましたかね。だからそういうことをやられるわけです。でそれはもう偶然ではないわけで、もちろん今の会見勢力の恐ろしいところっていうのは自民党がここまで右傾化してるだけじゃなくて別動態があってですね、政権与党側に建設野党とは話し合ったということを言わせてしまう状態が今もう仕込まれてるわけですね。で、まあ、大阪維新が典型的にはそうなわけですけど、他にもポコポコあるということがあって、そういう状況においてですね、私はせめて立憲野党とか名乗ってほしかったなというふうに思うんですけれども、いくつかのチャンネルでそういうのは共産党側も民進党側にも呼びかけてみたんですけれども、今更新しい言葉入れても定着しないだろうって、まあ、それは確かに今からじゃ難しいかなというのはあったんですが、
名前のないまま共闘してても何のために共闘しているのかわからない。そして自公側がとりわけその野望だ野望だというふうに、まあ、そればっかり言ってるわけですから、そういう時にですね、それを跳ねのける、何のために共闘しているのかということをアピールする力というのがとりわけやっぱり都市部において欠いていた。でそれはその全体として、野党のアピール力がやっぱり減じてしまう結果にもなったということが、反省点としてあるんじゃないかということで、それぞれの政党が違うのは当たり前なわけですけれども、その違った政党が一緒になって何をしようとしているのかということをきちんと訴えていく、まあ、ちょうどいいバランスをですね、これから見つけていく。それができないとですね、野党共闘というのが下手をすると民進党のいいところ、社民党のいいところ、生活の党のいいところ、共産党のいいところ、それぞれがやや角が取れちゃってなんとなく一緒にやってるっていうふうになっちゃうと最悪になってしまうわけです。でそれは足し算程度にはなっても、これ以上やっぱり大きく票をその呼び戻していく、とりわけ、複数区のようなところにおいて、アピールしていくということの力が欠けてしまうということになると思うので、この辺は課題なのかなというふうに思っております。でレジュメの方の、裏に入ってですね、この先を見通した時に、まあ、こういったような反省点を踏まえた上で、どう考えていくのか。当然ですね、その、開票速報が始まった途端に、改憲勢力が3分の2を、取る勢いだということで、 NHK も事前の説明なくて改憲勢力っていきなり言って視聴者は分かるのかなと思うんですけれども、突然そういった話になりまして、もう改憲ありきという言説が始まったということなんだと思います。で先ほどもちょっと触れたようにですね、日本会議に関してももうこれからは表に出て堂々とこう市民権を得たというような顔をする政策方針に転換したみたいですね。でこれは外国特使東海協会でも会長が記者会見やりましたから、これからはもう堂々と表に出てくるということで、やってくるんだというふうに思います。でこれは一部は誘導作戦のところあると思います。要は日本会議だったり自民党の会見総案みたいなですね、まともな人が見ればおかしいだろうというふうに思うようなものっていうのを、まあ、ある意味見せ玉にするといいますか、最初の交渉の第一段階としてこれを見せて、だから安倍さんが自民党の会計草案がその今後の議論のベースになるっていうのは、そういう意味合いがある可能性が高いと思います。いきなりですね、自民党の会計草案にあるようなこと、あるいは日本会議系のそのアジェンダがですね、一番最初から来るという可能性は低いというふうに思います。ただそこからスタートすると、あたかもまともになったかのような、議論の展開となって、気がついたら会見の土俵に乗せられていると、そういう展開を、これから仕掛けてくる可能性が非常に高いというふうに思います。そういう意味では、大阪維新はもちろんのこと、民進党の右派も切り崩すような、言ってみればネオリベ的な会見、そういったものをまず仕込んでくる可能性が高いだろうと。ニオリベ的な改憲というのはですね、従来改憲護憲ということを冷戦期までは確実にそうだったと思いますが、戦後長いこと改憲護憲という、まあ、そもそもそういう言葉が出てきたのは9条が前提だったわけですね。でところがその9条というのはなかなか変えられないと、まあ、そういう事情があってというのは人気があるからですね、国民の支持がつい、まあ、今に至るまでずっと高い、そういうことがある結果まあ、裏口入学をして去年のその違憲の安保法制をやっちゃったわけですけれども、そういう状況を目の当たりにして、ポスト冷戦の頃からですね、環境権であるとか、まあ何て言うんですか、どっかからいわゆるお試し改憲の的なものというのが今度出てくるということになって、そこをそのまあトロイの木馬じゃないですけれども、きっかけとしてやっていこうという作戦が、まあ展開してきてるわけです。でそれをその自民党と、まあうんの呼吸でですね、別動隊の大阪維新、まあ、もっと言えば橋下徹さんも含めて96条改憲論が2013年の春頃あったようにですね、前回の参議院選挙の前に、まあ、あったように、あの手のものというのをお互い掛け合ってですね、建設野党とこう議論をして、で民進党は対案がないのかだらしないと、政権を担う気があるのかというようなことで、どん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 と追い込んで改憲の議論に乗せようという、そういう、まあ企みが、まあ、明らかにあるんだというふうに思います。でこれはその一見立憲主義的な改憲論から始めようということになってきて、それによって、今共闘してきている野党を分断するということが、狙いなんだということだというふうに思います。でこれはですね、本当に危ないです。
で、なんで本当に危ないかって言ったら、もう今すでにおちょこちょいの人たちが、良くなる会見だったらいいじゃないかというようなことで、なんていうんですか、アイデアコンテストみたいな感じになってきてるわけですね。で、これは本当に一部アスワカみたいなところでもそういう議論をする人が出てきたって聞いてますから、かなり危ない話なわけです。で、なんで危ないのかというのはいくつか理由があるんですけれども、一つはですね、政治情勢を考えれば当たり前のことなんです。で、これは順序を考えてみれば当たり前のことなので、説明すれば大概の人は分かると思うんですけれども、説明しないと分かりにくいのかもしれません。すでにその自公、そして改憲勢力で衆参で3分の2を取っている状況なわけですね。で、これ憲法改正云々っていうのを別にしても、政党システムとしてはもう終わった状態なんですね、一言で言って。いや、まともな立法をチェックする機能がないっていうことになってるわけです。もう本当にその極めて与党が好き放題できるということがある状況があるので、これ他のその法案だったり政策に関しても極めて危ない状況があるわけですね。で、ところがこれ一見立憲主義的で別に無害なんじゃないのというようなことでですね、まあ、典型的には環境権であるとか、あるいはあれですね、緊急事態の中でも衆議院議員の任期延長、そういったようなものだったら、まあ、別に大丈夫なんじゃないのというようなことでですね、そのヒットラー的なその全権日本みたいなのはまずいけれども、いざという時に衆議院の解散しないでいいってぐらいだったらいいんじゃないかというようなことでやってくるとですね、仮にですね、民進党の一部が、あるいは生活の党とか保守系を抱えるところがですね、切り崩されて、これだったらその対案出さないとまずいとかっていうようなことで乗っちゃってですね、結果的に発議する方向に一緒に向かっていったとするとですね、それとしてはもちろん国民投票にかけるわけですね。で、国民投票にかけると何がまずいのかっていうと、国民投票っていうのはほっとくとイギリスの EU 離脱みたいに何が起こるかわからないものになるわけですね。で、議論が極論に走るわけです。というのは真ん中に寄った議論には絶対熟議にはならないで、イエスかノーかになりますから、イエスの側も極端な話をするし、ノー側の側も極端な話をして、お互いこれやっちゃまずいぞ、やった方がいいぞっていうことを大騒ぎするわけですね。で、その結果イギリスみたいにまともにそれやると、わけわかんない結果が出るということになりかねないわけです。で、これがじゃあ日本で起きるかったら起きるわけないんですね。すでにメディアにここまで抑圧的な振る舞いをしている政権が、言論の自由だったり、あるいは大学の教員なども含めてですね、自由に憲法議論をさせるわけがないんです。ですから言論弾圧っていうことに関して言えば恐ろしい状況になるわけです。というのは負けるわけにいかないですからね。せっかく3分の2に揃ってお試し会見でまず勢いつけるぞっていうことで野党も分断するのに成功したぞって仮になった場合に、その国民投票で負けるっていうことを許すわけがないですから、相当程度言論弾圧がさらに進んでいくというふうに思った方がいいというふうに思います。で、そうやってですね、通った後にじゃあ野党は分断されちゃったと、例えば民進党が分断されたというようなことになった、あるいはどっかのその保守系が持ってかれたというふうになった時に、その次にじゃあ次にもっとすごいのが来るわけですね。で、もっとすごい来た時にはもうすでにいわゆる護憲勢力、立憲勢力というのはもう今よりもさらに小さいものになっているということになりますから、赤子の手をひねるように次に行けちゃうという状況が今度出てくるというふうになりかねないわけです。だから政治的な流れで考えると、これとても危ない話なので、簡単に乗るべき話ではないということがあります。で、もう一つ空気を作ってくるけれども、これは本当にいろんなところで私はもうとにかく言うようにしてるんですけれども、護憲というのが当たり前なんです。私たちはいつからか護憲というのを言い訳しなきゃいけなくて、しかもですね、憲法は不満の大点ではないのは分かってるけれどもとかですね、枕言葉を言わないと護憲を言えないようになってますけど、おかしいんです。憲法というのは変えないのが当たり前で、変えるのは必要があるときに変えるわけですから、これ何かというと、憲法って英語でコンスティチューションと言いますね。コンスティチューションというのは英語では憲法だけじゃなくって政体とか、いわゆる国体みたいなものも指しますけれども、骨格とか体格とか体質という意味もあるんです。要は国にとっての体格とか体質みたいなものなわけですね。だからイギリスみたいに成文憲法ない国でもコンスティチューションというふうに見なされているものはあるんです。議会主権とかですね。で、それはイギリスの国家を成してるものだからなんです。で、どういうことかというと、憲法を改正するっていうことは手術をするっていうこと、メスを入れるっていうことなわけです。で、手術をしたいっていうのが先にあってですね、どこを手術しようかって考えるっていうのはありえない話なんですね。で、それがどれだけ馬鹿げてる議論なのか、
私たちは普通であれば多少風邪ひいたぐらいで手術できるかなって思わないですよね。どっか手術できるとこないかっていうことを一生懸命探してる医者がいたら、その人のもとだけでは手術しない方がいいということだと思います。ですからそれぐらい、なぜか、なぜ手術かって言ったら、手術する間に入院しなきゃいけない、麻酔打たなきゃいけない、出てきた後にリハビリもしなきゃいけない、その間政治空白が起きるわけですね。憲法改正してる場合なのかっていう議論が当然あるわけですよ。必要に迫られてどっかやらなきゃいけないっていう国民的な合意があればもちろん憲法改正するんでしょうけど、そうじゃないのに、せっかく数が揃ったからこれからどっかお試しで手術できるところないかっていうのは本当に馬鹿げた話なわけですね。でしかも手術っていうのはそんなお手軽にやるべきものじゃないっていうのは、合併症が起きたり副作用があったり何が起きるかわからないわけです。でそういったことを考えると、手術をわざわざやる人がいない、そんな盗作した行為をする人がいないというふうに、憲法改正っていうのは別に必要に迫られたらやるのかもしれないけれども、別に今そういう必要がなくてこれからその必要を作っていこうっていうのはおかしいということをやっぱり言っていくっていう必要はあるんじゃないかというふうに思っています。そうしないと野党共闘がこれから壊れていくということがあるとですね、本当にもう立憲主義も何もない、非常に危機的な状況が生まれてきてしまうというふうに思います。で時間がもう迫ってきてしまったので、あともう本当にちょっとだけでおしまいにしますが、2点目この書いたところっていうのはちょっと説明が必要なので、もしご関心のある方があったら聞いていただけたらというふうに思います。まあ言ってみればですね、野党共闘みたいなまどろっこしいことじゃなくって、一発ですっきりする人を出してほしいというような超人願望みたいなのがやっぱり出てきているので、そのことに対してどう対応するのかっていうのはやっぱり結構難しい。でただそういうところから出てきている野党批判というのは根拠のないものではないので、謙虚に受け止める必要があるだろうというのが第3番目の点です。でそれは何かと言いますと、まあ、都知事選で未だに尾を引いているようにですね、候補者選定の過程というのがやっぱり全然公開性がない、あるいはその市民参加の可能性がないというのは、やっぱりいつまでも続けるのは無理があるというのがあると思います。なのでその政策協議も含めて、あるいは候補者選定の過程っていうのも含めて、衆議院を野党共闘を睨んでいく中でですね、できるだけその公開性や市民参加の可能性っていうのを模索していく、政策議論もちゃんと目の前でやるっていうようなことをやっていかないと、野党共闘そのものが批判の対象となることは避けられないだろうということ。そしてもう一つ、先ほど申し上げたように野党共闘で、これは私は全体のその向く方向としてはこれ以外にありえないというふうに思うんですけれども、しかし、エッジの効いたプレゼンテーションというのは最終的にできないと、角が取れて終わってしまう。この政党がこの表現やめてほしいと言っている、この政党がこの政これはじゃあちょっとダメなんだということを全部聞いて回っていたらですね、どうしようもないところがあるんで、その点についてはある程度割り切って、どこまでできるのかということに関しては、それぞれの野党が選挙を通じて、あるいは野党共闘を通じて自分たちも変わっていくんだって意識をやっぱり持ってもらわないとやっていけないっていうのは、全ての、その野党にとってあるというふうに、思っています。で最後の一言だけ、ここには書かなかったんですけれども、立憲ネットワークの役割は本当に重要だというふうに思ってますし、こういった話は実は立憲デモクラシーの会や市民連合の中でもしてます。でこれは改憲議論が進んでくる中で、地域での活動っていうのが本当に大事になってくるっていうことで、例えば立憲デモクラシーの会では今後ですね、秋からまたこれまでは、早稲田や立教で連続講座というのをやってきて、その前半というのが岩波から本にもなったんですけれども、講座を開いてきていて、無料で講師が次々と、まあ、2週に1回ぐらいのペースでやっていたんですが、やってたんですね。でこれをその秋以降はですね、ぜひ地方でもやっていきたいと。で立憲ネットワークの先生方でですね、まあ、これぐらいの人が集められるというようなことがあれば、私どもの方立憲デモクラシーの会で憲法学者や政治学者、あるいはまあご要望があれば他の方でも、もちろんこういう議論をやってもらいたいっていうようなことがあればですね、出てって、それでその講演をやるということをやっていって、ぜひその立憲主義の裾野というものを地域においても皆さんと一緒に育んでいくことをやりたいということを言っています。でシリーズは解散してしまうわけですけれども、シリーズの中でももちろん今後も市民連合の中で一緒にやってくれるっていう人が何人かいまして、諏訪原武さんなんかとも話をしてたんですが、やっぱり立憲ネットワークっていうのは本当にこれからキーとなってくるから、ぜひいろんな形で連携していきたいと
ということで、まだ市民連合での議論というのはこれからもうちょっと深めていかなきゃいけないところがあるんですが、そういったような意見も出ていますので、ぜひですね、一緒になって、まあ、ここまで追い込まれてないと来てはいますけれども、こちらも体制が整ってきてないわけではないので、ぜひ前向きに育んでいく方向で、一緒にやっていけたらというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。ございました。まだ東京都知事選の最中、そして参議院選挙まだ終わったばかりという中で、中野さんから、鋭い問題提起もいただきました。私たち、地域における、立憲主義の基礎を、広がりを作っていくというその役割の重要性と、野党共闘が棘が取れていく、単に丸く野党共闘じゃダメなんだと、市民参加と公開性っていうですね、非常に原則といいますか原点を示していただきました。この後質疑という形で、本当12時半でお約束してるんですが、もうちょっとよろしいですか。質疑という形で進めたいと思いますので、質問のある方は。大分県議会議員の玉田といいます。立憲ネットの共同代表の一人です。今中野先生のお話聞いて、で一番最後のところでですね、立憲ネットの重要性というところに触れていただいたので、少しほっとしたんですけれども、今回 その大分の少なくとも私が関わった選挙の中ではですね、一番最後に野党協力ができたと、そういう中で統一候補ではなくて共同候補という言葉にこだわってですね、多分あまりこう気持ちのいい話ではなかったんだろうなというふうな受け止め方もしながらやってきたわけですけれども、いろんなこう情勢、が全国であったと思います。で今先生の話はそれを俯瞰するようなお話だったと思うんですけれども、私が見た現場の話をすると、やはり地方議員の足腰の弱さが露呈したなと、これに今回尽きるなというふうな気がするんですね。少なくとも大分だけの話で他に共通するところがあるかもしれませんけれども、やっぱりその地方議会、地方議員がどれだけ、そこの地域にいて、そしてある意味保守層も取り込みながらしたたかに活動していってるか、そこのところがやっぱりね、野党が一緒になった時に、一番力を発揮するなと、要するに、空中戦ではなく地上戦を誰がやるのかというところでは、やはり、地方議員をやっぱ増やしていくと、この我々の立場のところですね、そのことが重要だなというふうに思いました。で、その辺を含めてですね、その地方の現場でのところの見方っていうのを少しあったら教えていただきたいと思います。そうですね、私の、全部回ったわけではないんですけれども、いろんなところをお伺いしていて、特に一人区のところを回っていてですね、感じたのは、一般的なパターンとしてはですね、やっぱり野党共闘、共産党も含めて野党共闘っていうふうに考えた場合に、やりやすいのは正直言って何て言うんですか、民進党にしても社民党にしても共産党にしてもあんまり強くないねっていうところが仲がいいですよね平たく言っちゃうと。でやっぱりそれぞれがすごくこう頑張ってですね、それなりに拮抗してたりすると、それはやっぱりライバルですから、そう簡単にはいかないねっていうのはやっぱりあるので、結構難しい話なわけですね。でそれは社民党も同じだと思うんです。やっぱり地域行くと社民党がかなり強くって、でそれがうまく緩衝材になって接着剤になるところもあれば、そこはやっぱりライバル関係で結構ギクシャクしてるっていうところがあったりすると思うんで、なかなかこう綺麗な形っていうのはならないんですが、とは言いながらやっぱり今そのおっしゃった通りですね、地方議員を皆さんの仲間を増やすっていうことがとにかくやっぱり大事なんだっていうのは、多分市民連合で今回変わった人間みんな感じたというふうに思います。で私どもこれまでどうしても中央において、特に去年の暮れから新年にかけては、野党共闘っていう全体の枠組みを作ってもらうっていうことだけに何しろその集中していたので、現場での動きっていうことでほとんど関われなかったわけですね。せいぜいできたのはその意見交換会という形で地方からかかってる形をお呼びして話を聞いたりとか、あるいは自分たちが行くようになってその程度だったんですけど、これからやっぱり秋からですね、とりわけその地方議員の、立憲ネットワークに入っている方を増やすっていうことを、やっぱり重点的にやっていきたいというふうに思いますので、
先ほど最後に申し上げたようなことに関して、ぜひ具体的にこういったことができないかとか、こっちに来てほしいとかっていうのがありましたら、可能な範囲でできるだけみんなで対応していきたいというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。埼玉県議会で、政党ご所属の中川と申します。中野先生などの憲法に関わる、学者さんが、野党の幹部と今後そのゴリゴリさっき先生が言われた今回の問題点だとか今後の展望などについてやり取りするご予定が終わりになるのか、どうもそこら辺が野党の今後の動きが見えないから国民も心配してるんだと思いますが、そこの問題点について教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。市民連合としてはこの間参議院選挙があって、まあ、ホームページに載せたぐらいで記者会見とか開いていないのであんまり広く伝わってないんですけれども、参議院選挙の総括をしたのと、あと都知事選に関して の立場表明をしたのと、そしてつい、昨日だったか一昨日だったかに、これ今後の活動方針というものを出しました。でその中でですね、野党共闘というのはやっぱり今後さらに展開していくために、候補者の選定過程に関して、そして政策について、さらに野党に対する働きかけを強めていくということを一応書いたんです。でそのことの意味するところというのは、これからどうしてもやっぱり夏休みになりますので疲れを取るのはちゃんと取って、その上でですね、9月に入るぐらいの時から、野党にも働きかけて、市民連合と野党とのフォーマルな協議というのもまた再開したいというふうに思っていますし、その中ではやっぱりその、衆議院選挙において、野党間でもその協力していくんだという合意はできているので、そこは非常に心強くはあるんですけれども、それをバックアップしていくということはやっぱり市民社会の側からもやっていかないと、特に今後その民進党の代表選もありますから、いろんな動きが当然出てくると思いますので、それに負けないようにですね、バックアップしていって、さらにはやっぱり政策面においてもここまで合意できているんだというようなことをやっぱり提示できていくようにしないと、衆議院選になってくるとなかなか厳しいだろうと思いますので、その点については一応そんなふうに考えております。答えになってますか。どうもありがとうございます。千葉県議会議員の藤代と申します。改憲の勢力が3分の2ということで、ネオリベラル改憲への警戒と対応という非常に立憲主義的な改憲がということで、いわゆるその改憲という土俵に乗っていくことの問題点をちゃんと言っていかなくちゃいけないなという非常に重要な点が指摘されたんですけども、この中で一つ私の中でどういうふうに対応していくかなと思っているのは、そのエッジを聞いたプレゼンテーションとの絡みなんですけども、いわゆる1972年のいわゆる自民党の政府見解という形で、いわゆる自衛隊の合憲論という、いわゆる個別的自衛権は認めるけど、集団的自衛権は認めないよと、あれで結局、あれも否定するんじゃ憲法違反だねという形で、安倍のいわゆる戦争法案に対して反対していたんですけども、それなら72年見解に基づいて、自衛隊という言葉が入ってないから、今ある自衛隊があるから、いわゆる自衛隊を合憲にしていこうじゃないかと、そういう動き、いわゆる立憲主義的な改憲の、一部分に入ってくるんじゃないかと思うんですけども、その辺に対する対応っていうのかな、スタンスっていうのはかなりそういう問題が出てくると、この立憲連邦の中でもかなりこう割れてしまうというのかな、その辺を先生がどういうふうに考えていらっしゃるかもしれません。はい、ありがとうございます。いわゆる新球場論というあれですよね。新球場論というのは、私は何て言うんですか、政治的な感覚からして正直意味がわからない議論だと思ってるんです。というのは立憲主義でさえ破ってしまうような政権があって、そこがさらに勢力を拡大している中で、どう考えると新しい球場に書き換えればそれが今度タガをはめると考えることができるのかっていうのがわからないんですね。だから例えば集団的自衛権の行使を明確に禁じた球場を作るべきだというふうにおっしゃってして、でその3分の2をどこから持ってくるんですかっていうのがわからないので、相手の土俵に乗るだけで何の意味もないんじゃないかとい
というふうに思うんです。だから学術的な議論って学者が言っちゃいけないんですけど学術的な議論をやってる範囲でだったらまあいいんじゃないですかっていうなんですけど、今話してるのは政治の話ですよねって話になると、今 あまりにも現実味がなさすぎて、政治的なセンスを正直言って疑うというのが あります。だからでそれがですね、ただあんまり私はそんなに怖いことにならないんじゃないかと思うのは、やっぱり救助には今すぐにやっぱり来ないと思います。で救助というのは非常にやっぱり何て言うんですか、人気が高いんです、とにかく。でこれは世論調査を見ても常に救助というのはやっぱりいろんな考え方があって、それ自衛隊合計意見も含めてとにかく救助はこれ守った方がいいと思ってる人って日本にはとても多いので、そこをやっぱりアピールしていけばそれなりに戦えるイシューだというふうに思います。改憲論というのはやっぱり常面なんですよね。とにかく手術をさせてほしいって言ってるっていうのは、それだけやっぱりその安倍さんに言わせればみっともない憲法だとか、そういう自主憲法的な、それをやらないとサンフランシスコ体制とか戦後体制を受け入れたことになるって、やっぱり戦前に戻りたい発想の人たちの常念が蓄積している問題だと思うんですけど、幸いなことにやっぱり戦後70年間の間で戦後の日本人の多くが決してその自分自身リベラルだと思ってない人でも含めて、戦後の平和曲がりなりにもとしてはこれは言いようがないんです。やっぱり自衛隊もあれば日米安保同盟もあれば沖縄の現実がありますから、そんな絵に描いたような平和とはとても言えないけれども、しかし曲がりなりにも平和が守られてきたっていうことはやっぱり救助があってなんだっていうことで、理屈ではない情念としての愛着っていうのは救助に対してあると思いますので、そこは結構勝負になると思うんで、新救助論というのは どのアピールも書いているので、かなりそのなんて机上の空論になるんじゃないかというふうに私は思っています。他はいかがでしょうか。ちょっと初歩的な質問で恥ずかしい、共同代表しております西崎ですけど、中野先生にお世話になってます。地域もありますと女性の方でも、ヨーロッパとか欧米では憲法を、ね、改正しているので、日本は変えてないっていうことが、やっぱり変えておく方がいいんじゃないかっていう簡単な安易な考え方を持っている方も結構いらして、自民党の、憲法草案ご覧になったことはありますかっていうとびっくりなさるっていう方が結構多いと思うんですけれども、今後その国会での進め方、例えばその発議があった場合に、国民投票っていうことで、極論になってしまうというふうなお話だったんですけども、賛成か反対かっていうことを問われるときに何条について提示されて一条一条国民投票が行うのか、それともその憲法を改正します、改正しませんということで国民投票になるのか、今後のその国民との掛け合いっていうんですかね、国会の進め方と市民に対してどこまで提示されるのか、その辺を教えていただけます。国民投票法によるとその一条一条ということになりますので、全体としてとかパッケージとしてということよりかはそれぞれの条項について、国民投票を行っていくという形になると、思います。で今おっしゃった点ってやっぱり非常に大事で、なんとなく改憲論ってすごく強いんですね。でそれはなんとなく改革論と同じなんですよ。でだからそこがネオリベなんです。なんとなく改革っていいと思ってて、なんとなく現状に風穴を開ける方がいいと思ってるんですけど、もう日本の状況って今経済的なそのものも含めて風穴開くとあなたのお腹に風穴開くよっていう状況まで来てるんですね。なのに自分自身がまだ大丈夫だと思ってて公務員バッシングだったりとか、いろんななんていうんですか、要はアメリカは日本より一周先行っちゃってますから 1% 対 99% ってかなりはっきり分かってるわけですけど、日本の中だとまだ自分が中流意識があって下を見て叩いてると何かいいことが起きると思ってる人って残念ながら多いんですね。でその分断を乗り越えなくてはいけないと思うんです。でこのことを問題にした時にやっぱりその憲法改正っていうのはなんとなく改革派のイメージがあるから、主権派に対してっていうのがあるんですけど、ただこれ気をつけた方がいいのは、一つは保守的な人が逆に今度憲法改正反対する可能性があるってことなんです。要は今恩恵保守の人が実は今の状態そんなに悪くないからあんまり過激なことをしない方がいいっていうふうに回る場合があるっていうのは、一つあるんですけれども、ですね、なんとなく改憲論に関して言えば
今あの西崎さんおっしゃった通り、一番いい多分その応答の仕方というのは憲法をまず見てみましょうということで、憲法はやっぱり知らないんで、でだから憲法についてまず知ってもらう機会だと思って、それと合わせて自民党の改憲論も関係も見てみて、あの どっちがいいと思うかっていう話をやっぱりまず自分の目で見てもらうっていうことは盛んにやっていく必要ってあると思うんですね。なかなかその憲法の全体を知らないでなんとなく古いっていうイメージがあるんですけど、あの古いから変える、時代に合わせて変えるのは当たり前だと言いながら出してきてるのが自民党の改憲なんですから、どっちが時代遅れかっていう話ですよね。あのそういうのがあるんで、やっぱり見てもらって知ってもらうっていうことは非常に大事だと思います。あともう一つは他国と比べて改正してないからやるべきだって議論ありますね。あのそれはやっぱり日本国憲法について知らないからなんだと思うんです。日本国憲法というのはとてもコンパクトな憲法なんですよね。世界の憲法の中でもとてもコンパクトな憲法で余計なことが書いてないんです。だから改正する場所がないんです。なぜかと言ったら、それは人権と国家権力をあの分立させて縛るっていうことだけしか書いてなくて、それがとてもミニマルに書いてあって、ほとんど多くのことが法律で定めるって書いてあるわけです。だから他国の憲法で、例えばドイツは何十回やったとか何とかっていう人いますけれども、あの日本国憲法に書いてあるような部分はほとんどいじってないわけです。日本国憲法の場合、日本の場合には公職選挙法を改正する、国会法、内閣法、そういうところを改正すれば済むっていうことを憲法改正しなくてはいけないから憲法改正してるっていうのが数が多いわけであって、日本のような憲法であればそもそも改正する必要があるところっていうのはそんなにないんじゃないですかっていうのがあるんで、あの非常に単純な話なんですけど、ただこれちょっと勉強すれば分かる話なんで、あのそういったことをやっぱり伝えていくっていうことがなんとなく改憲論に対してはやっぱり効果的だと思うんで、あの改憲の議論に乗る必要はないんですけど、憲法じゃ知ってみましょうっていう議論にはやっぱりあの入る必要があるんだと思うんです。で逆にそれを使って憲法の良さを分かってもらうっていうことをあのできると思うんで、それは積極的に応じていった方がいいというふうに思います。ありがとうございます。千葉県佐倉市市議会の大野博美です。世話人を千葉県の世話人にしておりますが、今おっしゃったことであのはっと思ったんですが、20代が非常に自民党の支持が予想以上に多かったというの衝撃的な結果が出ました。で、18歳選挙権も始まってますし、市民連合にはシールスもついているのに、なぜ若い人に憲法の良さ、草案の古臭さが伝わらないのかともどかしいんですね。でその辺何かこう今後の対応があったり私たちへのアドバイスがあったらぜひお聞かせください。ありがとうございます。あのとても大事な点で、ですね、まずシールズに関してあの申し上げますと、あのシールズ効果というのはこれから出てくると思います。あの私も大学で教えていて、で私の大学には幸いなことにシールズの学生何人かいるんですけれども、あので別にそういう意味では あれですが、大学生の中でシールズの評判は基本的に悪いです。でそれは当たり前なんです。というのはあの彼らが動いていて政治にインパクトを与えることによって自分が何もしてないことを糾弾されているような気がしますから、普通の学生からするとうざいんです。でやっぱり自分が責められている感じがするわけです。でだからそれはしょうがないんです、別に。でだけれどもシリーズの効果ってやっぱり中高年がすごく元気になったことと、みんなかつて若かったですから嬉しくなっちゃったっていうことと、それとあとですね、やっぱりあの毎日新聞がやった調査にあったと思いますけど、高校生とかのやっぱり好感度が高いんですね。でそれはやっぱりかっこいいお兄さんお姉さんなんですよ。であれが当たり前になってきて、そのなんていうんですか、あのバラエティ番組とかでもなんかちょっとデモをやってみたみたいなのが取り上げられるようになったりとかですね、あのその効果が出てきてるのはやっぱりこれからのことだと思うので、あのもうちょっとその自分のことじゃなくて上を見てるような若い人たちにとってはやっぱりこのカシルズに限らず総学会やママの会もそうだと思うんですけど、あの街頭で自分の政治の思いを訴えるっていうこと、あるいはその署名を集めるとかスタンディングをしてるっていうことがやっぱり当たり前になってきてますから、少しずつそのことの大きさっていうのはやっぱりこれからじわじわ出てくると思うんで、あの即効性は残念ながらないというのが一つと、それともう一つはそのあの若い人たちに関して言うと、これも当たり前なんですね、その18歳選挙に下げたところで何しろずっと学校教育においては政治をやるなって言ってるじゃないですか。
政治に関わるなと、政治はタブーなんだと、意見なんて持つなということをとにかく学校でずっとやってるのに、さあ投票しろって言われたってどうしようもないですよね。そうすると自由民主党っていい名前じゃないですか自由民主好きだなと思って書いてる子もいると思います。そのレベルですよ。で そういう子もいれば、もちろんその親に聞いてみたりして親の影響を受けるっていうこともありますし、あるいはいろいろこう考えると安倍さんなんか動かしてるように見える人とかっていうのはあると思うんで、それはもうしょうがないと思います。で、ですがやっぱりその辺は大事になってくる、まさに地方が大事になってくるんですけれども、何しろ日本会議系のその地方議員がいろいろと抑圧的な行動を学校や公民館や公共スペースでかけてきてるわけですよね。場合によっては議会の中でさえやってくるわけじゃないですか。で、そういったものに対してやっぱりリベラル側から戦っていかないと、本当にこの間あった密告フォームみたいなものがどんどん当たり前になってくるわけですね。地方において反日的だと、あるいはその政治的に中立じゃないっていうことで、政府の言ってることを繰り返してる限りにおいて政治的中立じゃないなんて誰も言われないわけですね。ところが政府に対してちょっとでも批判的なことを言うと政治を持ち込むなとか変更してるとかって言い出すって、どう考えたっておかしいわけですね。でそれに対してやっぱり地方議員の中でもちゃんとそういったことを許さないっていうことで声を上げて、そういう地域社会の人たちと連携する形で働きかけていかないと、やっぱりどん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 物言えない社会ができてくるっていう恐ろしさがあるんで、はい、その点についてはやっぱり結構な危機感を持って当たっていく必要があるというふうに思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。会見をしたい人たちの身分は、例えばちょっとお名前と紹介。私は韓国人でジョーと申します。会見の人たちは言い分は地帯変化によってこれをする。それ、一般のわからない人はこれに乗ってしまうんですよね。これは当然の話じゃないかと、そんな感じになっちゃうんだけど、例えば集団的な自衛権が個別的自衛権で十分できる、そうみたいな憲法を、例えば環境権とか、それを憲法を変わらなくても、こう例えば法律を作って維持することができるか、その点を詳しく研究しなければ、乗ってしまう時代変換だったら、これはもう古い70年前のものをそのまま持っているのは意味ないじゃないか、そんな感じが一般的な人の考え方になってしまうから、これを研究して、これでも全然関係ないと、もう何かがあればいいと思うんだけど、その点に入れて、私自身は政治学ですけれども、憲法学の先生方がこれからさらにまた活躍してくださると思うんですが、もちろん幸福追求権がありますから、環境権なんていうのは作らなくたってちゃんと環境を守るってことができるわけで、しかも原発推進してる側に環境権とか言われたくないっていう当たり前の話があるんですよね。だからそういったようなことをですね、やっぱりちゃんと言っていくっていうことなんだと思います。で、ムードを作ってなんとなく会見ありきっていうところでまず来ますけど、そんなムードはおかしいっていうことをやっぱりちゃんと指摘していくことと、やっぱりそんな議論をするんだったら憲法を知りましょう、もうちょっと知識を持って、その中で、あるいは自民党の会見案っていうのを見て、どっちが時代遅れか比べてみてもらって、そういうっていうことをやっぱり根気強くやっていくしかないと思うんで、はい、そんな形で考えてます。ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだこの中野さんから提起された問題について質疑、議論、そして私たちのこれからの活動にですね、こう含み込んでいく、そういう議論したいかと思うんですけれども、時間の関係がありますので、まず公開講座の方これで終わっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。中野さんに改めてお願いします。よろしくお願いします。皆さんも先ほどやってみてください。皆様こんにちは。この度、千葉選挙区で再選をさせていただきました小西博之でございます。自治体にネットワークの所属の皆様に本当に大きなご支援をいただきましたことを心から御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
当選をさせていただいた以上は、もう信念を持って何者も恐れず、安倍政権を打倒する、一日も早く打倒する、そのために全力で頑張っていく決意でございます。どうか皆様のご指導、よろしくお願いを申し上げます。ですいません、ちょっと手短に一言だけ、これからなんですけど、私3年間、参議院の憲法審査会の幹事をやっておりました。また昨年は安保法制の特別委員会で委員としても所属をしておりました。その経験を踏まえて申し上げさせていただきたいんですけども、憲法改正間違いなく仕掛けられると思いますけれども、もう憲法審査会に改憲案、具体的な議論を持ち込まれたら止めようがないと思います。昨年の安保国会は答弁拒否の連発でございました。我々野党議員は論理を尽くして安倍政権の安保法制がなぜ違憲なのか、具体的な根拠を持って完全に証明しました。しかし安倍政権、安倍総理を筆頭に答弁拒否を連発して、そしてマスコミも報道しません。国民の皆さんに大切なことが報道されないまま審議時間が積み上がって強行採決がされました。それと同じことが憲法審査会でも行われると思います。しかも衆参の憲法審査会、野党の国会議員の数はこれ各政党の比例配分で決まりますので、もうほとんど審議時間、持ち時間がない、質問時間もないような状況で審議が行われることになります。そして強行採決の後の国民投票運動、皆さんもご存知かと思いますが、無制限です。いくらテレビ CM やっても構わないです。いくら新聞広告売っても構わない。何億枚何十億枚ビラを撒いても構わない。しかも議員の皆様ですのでお分かりかと思いますが、ティッシュ配れるんです。ビラの代わりにティッシュ配れる。ティッシュの中に紙挟んで憲法改正賛成です。これ OK なんです。で、本物のうちわも配れるんです。これが国民投票運動です。もう改憲勢力に物量戦、そして安倍総理に情報戦を仕掛けられたら、もう手の打ちようがないと思います。2分の1、私は国民の皆さんが全く理解できない間に2分の1が成立してしまうと思います。なので、憲法審査会の前に戦いを仕掛けなければいけません。安倍総理が行ったこと、今日今資料を配りさせていただいてますけれども、解釈改憲はインチキです。論理でも何でもないんです。今から40年以上の前に作られた古い政府見解の中に、集団的自衛権が合憲と書いてある。それが唯一の安倍内閣の合憲の主張なんです。しかしその昭和47年の政府見解、作った人たちが作るきっかけになった国会答弁で全否定してるんです。作り手の一人、角田元長官は今もご存命で95歳。こういう新聞社のこのインタビューでも、そんな文書ではない。明言してるんです。単なるインチキをやってるだけは倒せるんです。つまり、憲法が寄って立つ立憲主義と法治主義そのものが破壊されている。憲法の議論以前だと。憲法が寄って立つ立憲主義や法治主義が破壊されている。これを取り戻す、憲法を持てる社会に戻るのが今の私たちの社会の最大の課題だ。これを国民世論にして、そして憲法や立憲主義を破壊した安倍総理は退陣してもらう。この運動を7月8月秋の臨時国会が開かれるまでに7月8月できるかどうかが、もう国民の皆さんの命運、そして私たちの社会の立憲主義や法治主義の命運が決まることになると思います。で、私政治レベル、うちの民進党や他の野党のリーダーにそうした発言をしてもらう。そしてマスコミ、お手元に共同通信が7月の1日参議院選のど真ん中ですけども社説記事を書いてくださいました。今日お配りの資料全部私のホームページも載っておりますので、ご数対なければぜひご覧いただきたいんですけども、タイトル崩される立憲主義、共同通信の記事ですよ。各地方紙も転載されてます。崩される立憲主義、危機感を持って対応を、危機感を持って投票を、ここまで新聞も書くんです。新聞も真実をすれば会社会見のインチキを腹に収めて信念を持って納得すればここまで書くんです。こうした記事を朝日毎日東京他にも書いてもらうように今根回しをしております。また中野先生いらっしゃいますけど、こうした有識者の方にも発言していただかなければ実はいけません。そして市民団体の皆さん、シールズやママの会、そうした方にも今話をさせていただきます。そしてぜひ自治体議員の皆さんとともに、ぜひ皆さんとともに全国で火の手を挙げていただきたいと思います。例えばご提案させていただきたいんですけども、自治体立憲ネットワークの皆さんが公開質問状を各政党に出していただく。野党戦えてないですよね。野党の党首や野党宛に、皆様も私も国会議員も同じく憲法99条で憲法尊重擁護義務を全議員、地方議員の先生方も私たち国会議員みんな持ってるんです。憲法尊重擁護義務を持つ立場として、安倍総理のこの解釈改憲のインチキをなぜ野党は国会で追及しないんだ、そういう国会質問状をですね、出していただく。あるいは皆様のご地元の首長さん、首長も今都知事選を行っていますけど、東京都知事も憲法尊重擁護義務を持っているんです。
その首長に対してみんなで同じ共通のフォーマットの公開質問状を出す、あるいは地方紙、この共同通信の記事いくつかの地方紙が転載されています。その地方紙にこの解釈会見の法治主義立憲主義を破壊しているこのインチキをちゃんと査察で書いてくれと、そういう問いかけの公開質問状をしていただく、そのような運動をぜひしていただいてですね、もう全国の各地域から安倍政権を包囲する火の手を静かに静かにこの4月8月に仕込んでおいて9月の頭に一気にバッと上げて臨時国会開いた瞬間に安倍政権を追い詰めていく。で最後に憲法審査会は実は安倍政権の墓場にすることができます。7月の10日安倍総理は選挙終わったその日の夜に憲法審査会を動かしていこうなんてことを抜け抜けと言い始めましたけども、実は憲法審査会こそ安倍政権の墓場できるんです。なぜかというとこの2枚目の資料にですね、国会法の条文をつけております。憲法審査会は国会法設置法によって2つの役割が与えられているんです。1つは憲法の改正案そのものを審議するための唯一の委員会です。でもう1つ、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行い審議するって書いてあるんです。つまり憲法審査会の前身に憲法調査会という委員会がありました。それと同じ種類役割を担っているんです。日本国憲法そのもの、つまり日本国憲法がよって立つ立憲主義や法治主義がどのようなインチキで破壊されたか、それを審議するための唯一の委員会なんです。さらに分かりやすく言えば、日本国憲法違反、日本国憲法違反の法律について審議する唯一の、そのために税金で置かれている委員会なんです。この憲法審査会じゃあ開いたならば、真っ先に審議するのはこの解釈会見のインチキを野党の全ての野党の党首が先頭になってそこで総攻撃できるような、そういう根回し、そういう国民運動を7月8月にできるかどうかで平和憲法を守り抜いていけるかどうか決まると思います。夏にこの国民世論の形成ができなかったら、私昨年ぶん殴られまで戦わせていただいた国会議員ですけども、今回解約仕掛けられたら火の玉になって先生命かけて戦います。でも正直申し上げます、防げないと思います。改正の議論に持ち込まれたのも絶対防げないです。改正の議論じゃなくて立憲主義と法治主義を自治体議員、立憲ネットワークの皆様の名前にかけて立憲主義を守り抜く、その団体の名前にかけてぜひこの夏に皆さんと共に戦いをさせていただきたいと思います。偉そうなこと申し上げましたが、詳しくは事務局の方にいろいろお伺いさせていただきますのでご質問ください。我々の力で止めることができるんです。最後シールズにも学習してもらおう。シールズの学生の皆さんなんですけど、安倍政権反対だけじゃ安倍総理いたくも変えないんです。シールズがこの解釈会見のインチキを公布したときに安倍政権は倒せるんです。去年の5月から彼ら言ってるんですけど、私も勉強しない留年した学生でしたけども、勉強だね。でも勉強大学で喜ぶのは安倍総理だけですから、みんなで安倍総理を倒しましょう。比嘉先生もどうぞご指導お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。まさか千葉県の参議院選挙を見てるような提案もあったわけですけれども、本当にこれからの戦い、まだ今東京都知事選挙あと2日という中で今日 の総会開かれたことは本当に有意義だなと思います。これからの戦いに私たちの存在が極めて重要だということを多くのゲストや講師の方から指摘をいただいております。私たちの役割をですね、十分に認識しながらこれから戦い抜きたいと思います。ただ我々はですね、今地域で人口減少800いくつもの消滅自治体都市と言われている中で、昨年 の統一地方選挙では投票率がもうどんどん下がって無投票ということがところも出てきている。つまり地方議員になりたいという人がいないということなんですね。そういう現状と、我々が地域に行った場合にやっぱり少数である場合が多いわけですけれども、その少数でありながら保守勢力の中の穏健派保守の皆さんとどういう形で手が組めるか、これは我々が議会改革ということで地方分権法以来ずっと進めてきた運動であり、学者の皆さんの指摘ですけれども、しかし議会改革は先日の広瀬さんの話ですと結局市民に損保を向かれている。我々が議会の中でいろいろ改革案を出しても投票率は低いなりてはいない。これが地域の現状ですから、私たちのまさに立憲主義というものを地域で
どういう形で我々が改めてあの問題提起をして、そして全国47都道府県私たちのまあ組織はまだあのきちんと立憲ネットワークで活動しているのは7つか8つなんですね。でその意味で私ぜひともですね今日の総会この1年をかけて、もたらされた3分の2という国政状況と地域における私たちの足場でこの地域の崩壊という現実をですねそれをもう一度改めて国政と結び合わせて取り戻していくそういうものとして私たちがこれから1年間活動していけるように頑張っていこうということを最後に皆様に申し上げまして今日の総会と公開講座を終わらせていただきます。ありがとうございました。